2024年4月11日午前3時日本時間午前10時までに調べたウクライナ最新戦況をお伝えします。ハイライト。戦況図の説明が終わった後に注目したい事柄トピックスをお伝えします。4月10日のハイライト。前線で合計47回の戦闘が発生しています。天候は南部および東部で晴れ時々曇り、風は2から6メートル毎秒、最低気温は8度であり、ドローンの運用等問題はありません。ロシア軍はドネツク方面でじわじわと前進しています。ウクライナ軍も激しく抵抗しており、ロシア軍の損失は高いレベルが続いています。アフリカの傭兵部隊が確認されました。ロシア軍の新しい個人装備を身につけており、最近入隊編成された可能性が高いですが、すでに前線に送られているようです。次に戦況について戦況図を使ってご説明します。東北方面。この方面でロシア軍は国境地帯の約20の集落を砲爆撃し、民間人に被害が出ています。ハルキウ方面へのロシア軍の新たな侵攻についてはゼレンスキー大統領も8日の演説で触れており、ウクライナ軍はかなり警戒しています。ハルキウ州一帯では防御陣地の構築が行われており、ロシア軍は春の大攻勢でこの方面に新たな侵攻を開始するとの予測は根強いです。ですが現時点でロシア軍の集結などの情報はありません。クピャンシク方面。この方面でロシア軍は地上部隊による攻撃を行わず、クリリウカに対して空爆を行っています。ロシア軍はこの方面では地上部隊をほとんど動かしておらず、タバイウカ方面に多少の部隊の集結は見られるものの、それ以外に大きな部隊の動きはありません。スバトベ方面。この方面でもロシア軍は地上部隊による攻撃を行わず、クルフリャ丘下に対して空爆を行っています。クレミンナ方面。この方面でロシア軍はテルヌイに対して3回の攻撃を行いましたが、攻撃はすべてウクライナ軍守備隊により撃退されています。相変わらず、テルヌイへの地上攻撃は続いていますが、ロシア軍は先週大きな損害を出しているので、現状の攻撃は小規模になってきています。シベルシクリシチャンシク方面。この方面でロシア軍はビロホリウカ、ビムカ、ロズドリウカに対して10回の攻撃を行いましたが、攻撃はすべてウクライナ軍守備隊により撃退されています。ロシア軍はこの方面で極めて小規模な戦闘を繰り返し行っており、まだウクライナ軍の状況を偵察している段階のようです。ロズドリフカからベセレ、ビムカ方向にはロシア空挺軍の3個連隊が配されています。ベセレとビムカでは攻撃を行いながらじわじわと前進してきており、間合いを詰めて
大規模な攻撃に出てくる可能性があります。一方のウクライナ軍は1個の山岳旅団と2個の山岳大隊で守備に当たっています。山岳部隊対空挺部隊の戦いになっています。ロシア軍は他にセレブリャンシケの森にあるウクライナ軍陣地スピルネ・ベルフニオカムヤンシケに対して空爆を行っています。東部バフムト・アルチェモスク方面、この方面でロシア軍はチャシューヤール・クリシチーユカに対して7回の攻撃を行いましたが、攻撃はすべてウクライナ軍守備隊により撃退されています。チャシューヤール地域での戦況は拡大図を使ってご説明します。ロシア軍は9日にチャシューヤールへの攻撃を行っていますが、チャシューヤールへの入り口となる一本道にはロシア軍の残骸がいくつも転がっており、中には燃えている車両も映っています。道路の北側を並んで緑地帯がありますが、ロシア軍はそこに入り込んで陣地を構築しようとしたようですが、ウクライナ軍の砲撃とドローン攻撃で緑地帯にも取り付けていません。今ご覧の映像が公開されている映像で最も新しいチャシューヤール入り口付近の映像となります。ウクライナ軍はカナル地域に精鋭のない67機械化歩兵旅団を配しており、ロシアは正面攻撃による突破を目論むと痛い目に遭うでしょう。ロシア軍は他にイバニウシケに対して空爆を行っています。東部ドネツク市方面北側、この方面でロシア軍はウマンシケ・プレボマイシケに対して2回の攻撃を行いましたが、攻撃はすべてウクライナ軍守備隊により撃退されています。ベルディチ付近で動きがありましたので拡大図でご説明します。少し遅れましたが、ベルディチの西側がロシア軍によって占領されているのが確認されていますので、戦況図を修正しています。貯水池アウンガを越えて西側が占領されたのはウクライナ軍にとっては痛手と思われます。ウクライナ軍はこの運河と貯水池を使った防衛線を維持できなくなる可能性があるため、青の破線矢印のように反撃に出る可能性があると思います。逆に言えば、ロシア軍はここを拠点に運河の西側一帯のウクライナ軍防衛線を赤の破線矢印のように背後から攻撃できる状況になるため、是が非でも維持しようとするでしょう。ウクライナ軍はベルディチの西側一帯を取り戻せない場合は防衛線の見直しなどを行う必要が出てくるでしょう。ロシア軍に占領されたと思われていたペルボマイシケの中心部でウクライナ軍がまだ抵抗を続けていたことが判明しています。今ご覧の映像は10日に撮影されたとされる映像ですが、ウクライナ兵が国旗を掲げています。ペルボマイシケからウクライナ軍は撤退したと思われていましたが、この映像でまだ抵抗している兵士がいることが確認されています。ただロシア軍に包囲されているようですので、
うまく離脱できるといいのですが、心配です。ロシア軍は、他に、オレクサンドロピリ、ノボカリノベ、ベルディチ、セメニウカ、ネタイロベに対して空爆を行っています。ロシア軍は、バフムト方面とドネツク市の南北双方で空爆を強化しており、ウクライナ軍の守備を空爆で崩そうとしています。東部ドネツク市方面南側。この方面で、ロシア軍は、クラスノホリウカ、ヘオルヒウカ、ノボミハイリウカに対して、14回の攻撃を行いましたが、攻撃はすべてウクライナ軍守備隊により撃退されています。クラスノホリウカ市街にロシア軍が再び侵入しています。ロシア軍は、クラスノホリウカの南側の建物の一部に侵入して、ウクライナ軍との間で、激しい市街戦が行われています。ロシア軍は、町の南側にある緑地帯に入り、そこから歩兵を持って、クラスノホリウカ市街に侵入しています。数が多いので、歩兵同士の接近戦になると、ロシア軍の浸透力は侮れません。ノボミハイリウカでは、ウクライナ軍とロシア軍の市街戦が続いており、郊外でも互いにドローンを使った攻撃を繰り返しています。ノボミハイリウカでウクライナ軍はまだ抵抗を続けており、ロシア軍に損害を与え続けています。ロシア軍は他にコスチャンティニウカ、ブフレダールに対して空爆を行っています。南部ザポリージャ州方面。ベリカ・ノボシルカ攻撃軸。この方面で、ロシア軍は、スタロマヨルシケに対して、1回の攻撃を行いましたが、攻撃はすべてウクライナ軍守備隊により撃退されています。ロシア軍は、この方面でほぼ毎日のように地上部隊を出して攻撃を行っていますが、小規模であり、占領が目的とは思えません。ロシア軍は、他にウロジャイネに対して空爆を行っています。オリヒウ・オレホボ攻撃軸。この方面で、ロシア軍は、地上部隊による攻撃を行わず、マラトクマチカ、ロボティネに対して空爆を行っています。ロシア軍は、前日までの攻撃で、ロボティネ市街の南半分を占領することに成功しており、市街戦が行われている模様です。本日はウクライナ軍から撃退情報が出ておらず、ロシア軍が、町の半分だけ取って攻撃を休むとは思えないので、町が奪われていないか心配しております。この付近を守っているウクライナ軍は第141歩兵旅団であり、装甲車両などが少ない部隊ですので、苦戦しているかもしれません。ただし、付近には機械化歩兵旅団や航空強襲旅団の精鋭もいますので、危ない時は増援が入ると思われます。ロボティネは高台にあるので、ウクライナ軍としても手放したくないと思われます。南部ヘルソン州方面。この方面で、ロシア軍はクリンキ橋東歩に対して、5回の攻撃を行いましたが、攻撃はすべてウクライナ軍守備隊により撃退されています。南部沿岸域及びクリミア半島についての戦況。10日早朝、
ロシア海軍の艦載多目的ヘリコプター KA-27 が黒海上空で墜落しました。ウクライナ海軍のドミトロ・プレテンチュク報道官がこれについて報告しています。墜落現場はセバストポリ近くの黒海とされています。誤射で撃墜されたのではないかとの情報が飛び交っています。一方、ロシア国防省は空間認識の喪失が墜落の原因であったと主張して、なぜか陸軍のミル24攻撃ヘリの写真を公開しています。現時点でなぜ墜落したのかはっきりしませんが、仮に撃墜されたのであれば、ウクライナ軍の防空システムが近くにないことから誤射の可能性が高いです。ロシア領内での戦況。ロシアの報道機関アストラは、独自の情報源を参照し、ボロネジ地域で最前線の爆撃機と攻撃航空の飛行要員を訓練するためのボリソグレブスク航空訓練センターに対する2機の無人航空機の攻撃について報じています。衛星写真によると、ボリソグレブスク航空訓練センター第711航空修理工場の一部が破壊されていることが確認されています。ロシア軍の損失に関わる報告、ウクライナ軍参謀本部提供、ルッカースタジオ google.com。 亡くなった兵士の数830名、7日間平均816名、航空機を含めた損失額は9674万ドル相当と推定されています。地上装備の損失は163台、7日間平均の損失台数は169台となっており、主要兵器の損失数は無人機37機、戦車22両、砲18門、多連装発射機1門、装甲車両47両、非装甲車両67両、対空システム0台となっています。ロシア軍は、この日も多くの地上装備を失っています。歩兵が使用する装備が多く破壊されており、中でも非装甲車両が、この日も多数破壊されています。ロシアの歩兵は、中国製のゴルフカートのようなボロナバギーで突っ込まされているのではないでしょうか。次に注目したい事柄です。いくつかの航空会社と国がイラン上空の飛行を一時停止しています。目を離さないようにしましょう。伝えられるところによれば、テヘラン上空の航空交通さえも軍事訓練のため真夜中から停止されています。このため、イランが何らかの軍事行動に出るとの憶測も出ています。ウクライナが国産開発した装甲車両が特集されていましたので、ご覧ください。地雷や IED 対策も施されているとされています。装甲は13ミリまでの重機関銃弾に耐えうる仕様とされています。米国はミサイルシステムの運用を維持するための技術支援が緊急に必要であるため、ホーク防空システムの部品をウクライナに1億3800万ドルで緊急売却すると発表しました。AP の記事からです。議会で予算が通らず、軍事援助で供与ができないため、喫緊で必要なものだけ売却したようです。ロシア軍にアフリカの傭兵部隊と思われる集団を発見したようです。ロシアはアフリカ、
中東を中心に傭兵の募集を強化しており、恒久につられて傭兵が入ってきているようです。写真の兵士は、新しいタイプのロシア軍個人装備を装着しており、最近編入された兵士と思われるとのことでした。今後さらに多くの兵士が他国から入ってくる可能性があり、北朝鮮が外貨獲得のために組織的に傭兵を送り出すのではないかと心配しております。本日はウクライナ軍スホーイ25攻撃機のペアが作戦を終えて帰投する映像を見ながらお別れします。ご視聴ありがとうございました。近藤辰之。ご視聴ありがとうございます。今回の新防衛研究チャンネルはいかがでしたでしょうか。今後とも新防衛研究チャンネルをよろしくお願いいたします。コメントやチャンネル登録もどしどしお待ちしております。次回もお楽しみに。